はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。 DDD 怒涛外役王リュウです。さあ本日なんですけれども、皆さん DDD 怒涛シーザーというモンスターご存知でしょうか。このモンスターなんか DD デッキで全然俺入れて使ったことがなくて、でなんかランク戦結構出してくる人多くて、怒涛王シーザーを、まあ多分これストラクチャーに多分入ってるからなんでしょうね。このバフォメットがこれストラクチャーに入ってるのと、あとこの怒涛王シーザーもこれストラクチャーに入ってるんで、まあ多分だから出してくる人が多いと思ってるんですけど、これ俺もちょっと使いこなしたいなと思って使ってみたんですけど、意外と強いですねこいつ。こんな強いと思わなかったわ、この DDD 怒涛王シーザーっていうモンスター。効果一応説明していきますね。悪魔族レベル4モンスター ×2 で作れますよという、召喚条件でございましてね。はい。で、怒涛シーザーの 1-2 の効果はそれぞれ一旦2色使用できないと。で、1番、このカードの素材を取り除くと、このターンに破壊されたモンスターをバトルフェーズ終了時に墓地から可能な限り特殊召喚すると。で、次のスタンバイフェーズに自分はこの効果で特殊召喚したモンスターの、数 ×500 ダメージを受けるという。で、しかもこの効果相手ターンでも発動できる。つまりですね、戻ってきます。破壊されても。まあ、バウンスとか、除外は無理ですけども、破壊されたら戻ってきます。モンスターが可能な限り特殊召喚するって書いてあるんで、強制なんで、まあ、全部戻さないといけないっていうのはあるんですけども、これね結構強くて耐久力高いんですよ。なんか破壊されても次のターンもう一回場面作り直すことができるんで、なんで、まあ、強制効果っていうことがちょっと若干微妙ですけども、まあ、出した例えばテムジンとシーザーとかよく並ぶんですけども、テムジンシーザーが横にもう一回戻ってくるみたいなね。でそれをなんかその契約書で融合していくみたいなこともできるんで、なかなか強いと思ってまして。でさらにですね、2番の効果、これもね、これもかなり優秀で、このカードがフィールドから墓地を送られた場合、デッキから契約書カード1枚手札に加えるって書いてあるんですけども、まあ、これもちろん相手に破壊されて墓地行っても契約書カード持ってこれるんで、まあ融合系のマシン用の契約書とか、地獄棒の契約書持ってこれるんですけど、これね自分で融合スターにしてもいいんですよ。これシーザーを自身を融合スターにしたら、またデッキから契約書カード持ってこれるんで、だからまあ破壊されてしまった魔導地獄門の契約書とかを2枚目持ってきたりとか、あとバルキリーがあればねコストを持ってきたりとかいうことができるんで、これねすげえ強かった、使ってて。まあちょっと出す盤面がこの大体そのバフォメットが出ないとあんまり出ないので、まあそこだけちょっとね微妙かなとは思いますけど、ただなんだかんだ言うてそのスライムのなんか召喚権増やし、除外してね、もしくは除外して特殊召喚できるとかっていうだからいう効果とかがあるんで、あと消化系は丸いがちだからね、デリーは意外と。なんで、意外といけるという結論に達しまして、デッキ内見ていただければ分かるんですけども、まず契約書の DDE しか入ってないんですよ。だけど強かった、これ使ってて。ちょっと若干ね、こいつが微妙かなって思って、対戦中は抜いたり入れたりしてるんですけれども、まあ、結構出るんで、なんだかんだ出るんで、こいつは入れときましょう。多分なった方が強いかなっていう。ハウリングでそのテムジン蘇生してドラッグコンバーミリオンみたいなことできるんで、まあ、結構強いかなと思って、これあった方がいいと思います。はい。でメインギミックはまあそんなところなんで、あんまり詳しく説明することないかなと思うんですけども、やっぱりねこのスキルが最強ですね。契約手形の先延ばしとかいう、まあ先延ばし過去を踏み倒しみたいな、このスキルめっちゃ強いので、まあ DD 使うんだったらこのスキルなんじゃないかなとは思いますけどね。はい。で早速ね、ちょっとこの怒涛シーザー君の強さをちょっと見せられるように、デュエルしていこうと思ってます。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、社長対決来た。社長対決だ。社長 vs 社長、ネオニュー社長 vs、旧社長。とりあえず地獄門の契約書発動していくぜ。俺は DD 魔導賢者ケプラーを、私は DD 魔導賢者ケプラーを手札に加え、スワラルスライムの効果発動。私はスワラルスライムとバフォメットを墓地の国 DDDDDD 劣化王テムジンを特殊召喚、出せよ。そしてスワラルスライムのモンスター効果発動、手札からケプラーを特殊召喚。そしてテムジンの効果発動、バフォメット特殊召喚。DD 魔導賢者ケプラーのモンスター効果発動。いやーいいぞ、流れ非常にいい、非常によろしい。そして墓地からバフォメットを特殊召喚。 DD バフォメットの効果発動。フィールド上のモンスター1体を選択し、そのモンスターのレベルを2位の数値にする。俺はレベル4も選択し、レベル4か2体でオーバーレイ。
エクシーズ召喚。俺はって言っちゃうな。私はこの世の DDD 生誕せよ。ランク4 DDD 怒涛シーザー。はっこよ、はっこよ。まあ全部守備表示なんですけどね。まあ向こう3000だってあるんで、防御力が全部守備表示っていう。俺の言うてね、まあ、バルキリーの契約書あるんで硬いと思いますね。バルキリーの契約書伏せてあって2体処理る能力はそこまでないと思うから。でしかもなんか破壊されたら結構ねいろんなことできるんで、あのちなみにこれバルキリーの契約書で送ったマシンオの契約書とかもテムジン回収できるんで、結構強いんですよね。普通にこの盤面意外と硬いです。タイカの白石の、調和の放送だけやめてください。ああ強い、そっちもきつい、きつ、ゲロきつ、ゲボきつなんだけど、マジ。いやー、まあ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 、でもオルタナティブは破壊せざるを得ないね。新規の召喚されたらめんどくさいから、オルタナティブは破壊せざるを得ない。青木の剣士、あそっちか先に来るのか。それはまあとりあえずバルキリーの契約書を打っとけば、まあ一応アドバンテージ的には損するな、しますね。相手はこれで相手のモンスターを処ることによって、これは相手普通にプレイング的に損だからやめた方がいい。今のこれ普通にオルタナティブ出すのが正着なんじゃないかな。あでもあれか、ゼロ残ってるのやばいか。普通にゼロが攻撃表示に残ってるの結構やばいっていう判断かもしれん。逆にうまいかもしれん相手のプレイング。オルタナティブの効果、はい、あいいでしょう。これ、あじゃあシーザー効果、そうシーザーの効果、オーバーレイユニットを一つ使い、これは正直どっちでもいい、どうせ破壊されるから。これでや、これで、破壊された次、バトルフェーズ終了時に可能な限り特殊召喚されるぜ。ちなみに相手がバトルフェーズをしなかった場合かなり厳しい効果になる。相手がバトルフェーズ入らなかった場合非常に厳しいぜ。あ、イニシエのルール、やばいやばいやばい、めちゃくちゃ展開するやん。でも手札1枚でしょ。手札1枚で何ができる言うて、こっからツインバーストラッシュさんも別にいいよ。ツインバーストでもいいし、まあエネアードでもいいし、太鼓なのかな、もしかしたらエネアードもう一回出してくるってこと。ああなるほど、あいいよいいよ、全然いいよ、全然いいですよ。はい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 、いいですよ。でエネア効果でカードを1枚リリースしなければならない。はい、で太鼓の白石をリリースして、なるほどなるほど、リュウチ。あでもそれ回収されるよ、大丈夫。意味ないんだよ、ね、でテムジンの効果発動、テムジンを破壊された場合墓地の契約書カードを1枚を手札に加えることができる。意味なかったな、全く意味がなかったようだな。あっていうか今冷静に考えて、前破壊されてたら負けてたわ、多分1000ダメージで負けてたわ。危な、今前破壊されてたら負けてた俺、あぶれ、あぶれ。これは相手のプレミアに助けられましたね。これ前破壊されてたら俺1000ダメージ受けて死んでましたよこれ。なんか超絶 DD、 あでもスタンバイフェーズスキップできるからいけるわ、スタンバイフェーズスキップできるもん、いけるわいけるいける。今前破壊されてぶっ殺されてても、でもまあ白木霊竜でどっちかは除外されるかもしれないけど、これ2枚発動しておいたんで契約書多分1枚残るじゃないですか。だからスタンバイフェーズスキップできるんで、これね生きてましたね私。はい、耐えてました。やはりこのスキルは最強。とりあえずちょっと返されなくなること出したんだけど、これどっちをパクんだっけ。アイテムでの表が表情モンスター1体選んで装備カード扱いとして、そのカードを持ち主で戻して、このカード戦闘からモンスター以外の、なるほど、だから殴らない方をパクるのね、殴んないやつをパクる。これなんか分かりづらいんだよね、返されるって殴んない方のやつをパクる。でとりあえずこれは、地獄門の契約書発動、これ何持ってけばいいんだ、分からねえ、お前持ってくればいいんだ。これはあれか、ハウリングあるからペンドラゴン持ってくればいいか。ハウリングあるからペンドラゴン、あでも2体いるんだよ今フィールド上に、フィールド上に2体いる、邪魔だな、それ邪魔だねそれ。これ邪魔だね、これめちゃくちゃ邪魔なんだけど、ペンドラゴンじゃなかったこれ、間違ミスったかもしれねえ、まあ、とりあえずマシオの契約書を発動するわ。マシオの契約書の効果を発動。俺様はドトーオシーザーと、いやこれバイスティポーンだったかもな、これバイスティポーンだ、これ今サーチするカードバイスティポーンだ、絶対間違えた、まあいいや、ちょっと間違えたんで間違えたんでこうするしかない。でこれバイスティポーンだったら多分なんか3体並んだ気がするんだけど、ちょっと本当にごめんなさい。ちょっとね、DD 初心者なんで許してください。 DDD 怒涛シーザーの効果を発動、シーザーの効果で契約書を持ってくるぜ。
そして俺はモンスターを召喚、ナイトハウリング、ナイトハウリングの効果を発動。ナイトハウリングの効果により墓地の DD モンスター一体を特殊召喚するぜ。 DD バフォメットを墓地より特殊召喚。いやこれ絶対ここバイスティポンだ。 DD バフォメットの効果発動、100バイスティポンで、ナイトハウリングとで、レベル6にしていく。バイスティポンってこうやって使うんだな。なるほどな。バイスティポーンのでもあの使い方が勉強とかいいやで、こうしてこれでも勝てんじゃねこれ。これなんか殴ったら勝てそうじゃね。これなんか届くんじゃねこれ。バトル届きそうな気がする。届けこの思い。だからレールにぶん殴るのは後でいいから、殴らない方をパクる。殴らない方、青眼パクった方がいいやこれね。ブルーアイズをパクればブルーアイズを回収されることはないので、ブルーアイズをパクっていこう。さあ、カエサルラグナロクの効果によってマシーヨの契約書を手札に戻し、お前のモンスターいただいた。いいぜ、いけ、エネアードに攻撃。よしよこれはあー300、うわー惜しい。いや絶対バイセツボンだ。いやでも手札2枚から、2枚でしょ実質でも回収あるから。いや手札2枚から何ができる、手札2枚から何もできないだろお前言うて。いや融合することくらいしかできないけど、多分融合してぶん投げで殺したらできないでも6000に上がるから、こっち。はい、オルタナね、いいよ。回収して出してもいいよ、出してもいい、別に出してもいいよ。いやこれきついだろ。よし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 、あぶれー。皆さんはバイスティポを持ってきましょうね。さあお相手の方、サイバー竜進化、オッケー。サイバー竜進化最強ですよね、このスキル。いやぶっ壊れすぎるさ、なんか触れてさ、このなんかなんだろうな、その環境にまで押し上げてくれる、まあ風潮はまあ非常にいいと思ってるんですけど、死んだデッキをサイバーだけ優遇しすぎじゃない？なんかもうちょっと他のなんかデッキにもこういうスキルよこしてくれよ。なんかこいつらだけせこいだろ。サイバー竜奥義でさ死んだと思ったらさ、やっと死んだと思ったらさ、サイバー竜進化とかいうさぶっ壊れすぎるまたもらってさ、トゥーンサイバー珍しいね。トゥーンサイバー珍しいわ。サイバードラゴン持ってないんかな。なんかあれかな、サイバードラゴン難民かなこの人。でゴーゴーで新境所、あー間違った、エクシー召喚かな。モンスターをエクシー召喚、はい、しかけないからまあノバが出てくると。はいはいはい、サイバードラゴン了解了解、セッツ。いやあのカードやばいんだよな。オーバークローだけ本当にどうにかしないとマジやばいんで、とりあえず地獄門の契約書発動どうですか。地獄門の契約書を契約させていただきます。契約をさせていただければ嬉しいですね。さあどうする、契約をさせていただける、契約はさせていただける。まあペンドラゴン行くしかないんだけど、あの伏せカード何かによるんだよな、何かによるんだよな。ペンドラゴンなんだろうな。ペンドラで一応相手のバックを踏みに行く説はあるんですけどね、結構。まあ、言うて今破壊できるの1枚なんで、多分。まあ、手札にサイバードラゴンがあれば、多分さ出してるんで、トゥーンサイバーじゃない方の。ってことは多分あれ、手札のモンスターはサイバードラゴンではないと思うんですよ。俺の読みでは。とりあえずテムジンとか。で、テムジン特使。これ、修行時だったな。で、テムジンからの、あ、底なしめんどいね。底なしはめんどいわ。なるほど。底なしめんどいな。スライムか。スライムこうか。で、まあ、まあ、ケプラ持ってくるしかないんですよね。ケプラ、あ、融合ですかね、これね。融合持ってきましょう。で、マシン王の契約書。で、融合して1体ぶん殴っておくが正解かな。融合して1体ぶん殴る。死にそう、ワンチャン。まあでもバルキリーあるから死なないと信じたい。とりあえずマシン王の契約書発動。マシン王の契約書の効果で2体のモンスターを融合かな。ペンドラゴンちょっと残しておきたいんですよね、墓地に。あ、これパクれんのか、一応カエサル出せば。いやーでも結局ダメ捨てで使われると意味ないから、相手分かれてやったら結局一体にされちゃうんであんま意味ないんですよね。使わせるっていう選択肢はある、結構カエサルで。いやでもペンドラゴンは残しておきたい俺。ペンドラ残しとこう。こうしてこれだな、これだ、こうだ、今一つとなり、こうだ、こうするしかねえ。
これで、で、こう、で、こう、で、こう、あ、いや、殴んなくても同じか、結局。いや、わかんねえ。ちょ、わかんねえ、これ。あ、でも返したらのがよかったかもしんないな、これ。いや、墓地にサイバードラゴンいない方がいいんですよね、サイバー流進化って。いや、今、返したらったか、これ。返される説あるな、ドラゴンノバ。いやー、これね、こうなっちゃうんですよね。やべえ、これミスったかもしんない。あー、そういうことだよね。そうなるよね、そうなるよね、そうなるよね。いや、でも言うてバリキリの契約書はまあワンチャン強い。死ぬか、これ、もしかして。これ、ノバノバで？ノバノバサイバーやばい、これ。ノバノバサイバーやばいかな、ノバノバサイバー。もう一回スキル確か残ってるよ。もう2回か。はい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 。OK、そこまではいいや。で、サイバー流進化。で、レベル5にしていく。で、その、この効果使うと一応機械速しか出せないんで、まあ多分出せるとしても、まあ、ゼンマイヨか。サイバードラゴンノーバーか、まあ、どっちからと思うんですよ。相手が出てくるエクシーズモンスター、相手が出してくるモンスターはノーバー。ノーバー、ノーバー、オッケー。ノーバーは、バルキリーの契約書で破壊し、できないんで、実質ね。なんで実質的にカードを伏せる。あ、癖あんの、癖あんの。バトル、あ、バトルなんだ。サイバードラゴンかな、じゃあってことだ。サイバードラゴンなんだってことだ。なるほど。まあ、ダメージで、もうちょっと打っといて、で、これで一応4000にはなるけど、4000にはなる。で、サイバードラゴンノーバーの効果、オッケー。で、打点アップね。あ、オッケー、オッケー、オッケー、まあ、それはいいわ。それだったらいいわ、まだ、全然。オッケー、ライフが残った。ライフ残ったら、バックアド稼げるんで、大丈夫です。で、スワラルスライム、スワラルスライムはもういらねえや、捨てよ。で、あの捨てカードがサイバネティックオーバーフローだとマジやばいから、こうしといていくしかない。月の書か、なるほど、まあそれはいいよ。やばくもねえかも、墓地にねえから、サイバードラゴン。で、とりあえず契約って方も先延ばしをして、3000ダメージが受けるはずが0ダメージ。3000ダメージ受けるはずが0ダメージ、やばいな。で、これはナイトハウリングでいいか。ナイトハウリング、ナイトハウリング、そしてナイトハウリング、ナイトハウリングで、ナイトハウリング召喚で、ナイトハウリングの効果発動、レベル7のモンスター1体を特殊召喚していく。契約書ってさ、このさ、ダメージがあるからギリ許されてるのにさ、ダメージなくなったらそれは強いよね。そりゃそうじゃない。だってさ、このさ、そのダメージがあるからギリギリこんなに強いカードでも許されてるのにさ、ダメージなくしたらあかんて。エグゼクティブアレクサンダー、まあ、ちなみに一番初動はないんですけどね、 DD は。残念ながらマシン王の契約書の効果発動、マシン王の契約書の効果により俺様は最強モンスターを出させてもらうぜ。俺は墓地に存在する DD 黒竜王ベオウルフと、いや、ベオウルフ出してえな、ベオウルフ残しといて、ちょっと墓地のこれとこれで、はいはい、いけ DDD 怒涛会長、会長極限の独裁者DDD 怒涛開始を、カエサルラグナロク。そしてカエサルラグナロクが特殊召喚に成功した場合、エグゼクティブアレクサンダーのモンスター効果発動、 DDD 黒竜王ベオルフを特殊召喚。うわレベル8 DDD 黒竜王つえつえ、めちゃくちゃつえ、なんだこの展開力。つえ、楽しい、 DD めっちゃ楽しい。爪が甘い。だが君にはまだ見込みがある。お前いいやつだな。もうちょっと煽った方がいいぞ。さあ、お相手の方、お邪魔たちの故郷、もうロクラデッキじゃないやん、それ。ロクラデッキじゃねえよ、そんなもん。これバカにすんか。おんだ、大丈夫か、遅えんじゃねえか、それは。おい、大丈夫か、そんな。何枚もセットして。カオスインフィニティ。幻想召喚師、やばい。やばいやばいやばい、天才コンボだ、出た天才コンボ、幻想召喚師、やばい。あ、これお邪魔ってこと、まずい。天才で来た、まずいマジでまずい、やばい、それはマジでやばい。いや、でも言うて、あの捨てカードはゴミな可能性はある、言うて。いや、これマジでやばいぞ、これすびきスビキバルキリーしかねえぞ、怪盗ケプラ持ってくしかねえけど、ちょ、やべえぞ。
あいつも合計打点3900あるぞ。まずいんじゃねえか。これ次のデッキトップで引いたところでこれ遅くねえか。これもういや大丈夫だ。このエンドフェーズやつは破壊される。うわー無理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 マジで無理無理無理全然無理全然無理全然無理え？やっば。天才デッキやめません。